ではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。本日の礼拝、天候が悪く足元の悪い中でありましたけれども、兄弟姉妹とともにこうして礼拝をお捧げすることができますことを感謝いたします。またオンラインを通してご一緒にこの御言葉を聞かせていただけることを感謝いたします。どうぞ主が今日の御言葉も自由に語ってくださいますように、このしもべを十字架の陰に隠してくださって、主ご自身のご栄光だけを表してくださいますように、どうぞ憐れんでください。この御言葉を通して私たちもこの困難な時代をどのように生きていくのか、あなたが道を指し示し力を与えてくださいますようにお願いいたします。これからの時を見てに委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は、キリストを信仰した結果というテーマになっております。私たちはキリストを信じるとどうなるのか、イエス様を信じるとどうなるんだろうかと考えることはないでしょうかね。時々ですね、信仰していてもしていなくてもあまり変化がないなと、そう感じることあるかもしれません。というのもですね、信仰していても信仰していなくても、信者であっても信者でなくても同じように病気になります。そして同じように苦しいこともあります。そして同じように災害に遭うこともあります。大きな災害の時、信者だけが助かる、信者は必ず助かる、そして未信者だけが被害に遭うということはないんですね。ですからそういう時に本当に信仰していて何か違うところでもあるんだろうか、本当に信仰していて何かいいことあるんだろうかって思うことあるかもしれません。また自分自身を振り返って、イエス・キリストを信じたけど自分の中で何か変わったかなと思って、あんまり変わってないな、成長しないなと思うことあるかもしれませんね。そして周りの人からそれでもクリスチャンなのとか何か言われたりすると、余計に、信仰していて何か変わったことあるんだろうか、良いことあるんだろうかって思うことはあるかもしれません。特に現代では教会に通っているからといってね、日本の教会に通っているからといって迫害されることはないので、そこまで何か変化がなかったからもうやめようとかね思うことないかもしれませんが、新約時代の教会、そこでは信仰のゆえに迫害されることがありました。また現代でもね、世界中のあちこちで教会に行っているというだけで迫害されることがあります。ですのでこの新約時代の教会、彼らの信仰というのはどういうものだったのかなということを、そこから私たちを学ばせていただこうと思います。どうしてそのような迫害があっても信仰を捨てることはなかったんだろうか、イエス様を信じることによってどんな恵みを受けるんだろうか、そのようなことをね、しっかりと再確認させていただきたいと願っております。そして今日はこのキリストを信仰した結果というテーマですね。イエス様を信じることによって与えられる大きな恵み、これを私たちも御言葉から再確認させていただいて、困難が続いている現代、この現代でも希望を持っていきたいと願っております。では聖書をもう一度お読みいたします。8節です。ペテロの手紙第1章の8節をお読みいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。はい、ペテロがこの手紙を書いた信徒、この人たちですね、新約の時代の信徒ではありますけれども、イエス様を直接見たことはありません。イエス様を直接見た商人たちからの証を聞き、福音の言葉を聞いて、
それを信じてイエス・キリストを救い主として受け入れたんですね。愛していますってありますけれども、愛する、これは、ね、第一にするという意味ですね。そして愛していますと現在形で訳していますけどね、ここは次に今っていうふうに出てきますので、おそらくここは、信じた時のことを言ってるんじゃないかなというふうに考えた方がね、時系列的に分かりやすいかと思います。ですから見ないで信じたんだ、見ないでイエス・キリストを愛したんだ、人生の第一番のお方としたんだ、そのように彼らがどういうところから信仰に入ったのかということを思い起こさせていますね。そして今そのイエス・キリストを信じているんだ。たとえそのイエス様を信じることによって迫害を受けている、そんな状況にあるけれども、あなた方は今もなおイエス様を信じ続けています、そのようにペテロは言っています。ペテロはここでね、彼らが信仰を持ち続けている、イエス様を信じ続けているということをね、はっきりと述べていますね。見てはいませんね、会っていませんけれども、そういうふうにはっきりと言うことができます。なぜかというと、この手紙は教会に宛てて書かれています。個人に宛てたものではないです。迫害されている教会に届けられます。ですからその手紙を読んでいる人っていうのは、その迫害されている教会に来て、そして読んでいるこの手紙、それを聞かせてもらっている。つまり信仰を持ち続け、集まることをやめていない人たちです。ですのでこの手紙の読者、彼らはイエス・キリストを信じ続けている人だ、そのことをペテロははっきりとね、ここで書いています。そして、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていますと言っています。ここは先週も少しお話ししたんですけどね、6節でも同じような言葉が出てきました。全く同じ言葉です。喜び踊るというふうに訳される言葉ですね。喜びに踊っています、大いに喜んでいます、非常な喜びを持っているということですね。ここも、先週お話しした通りですけども、やはり本当に信徒たちが喜んでいたかっていうのはやはり疑問があります。もし本当に喜んでいたなら、もう迫害があっても大丈夫です、もう元気で力強くね、信仰を持ち続けているんだったら、ペテロはわざわざこの手紙を書く必要はありません。わざわざこの手紙を書く、今みたいにね、メールとかだったら非常に手軽です。 LINE とかね、非常に手軽ですけども、そんなものがありません。そして郵便といっても、ペテロが書いたこの手紙を誰かに託して持って行ってもらう、非常に危険です。届くかどうかよく分かりません。そのような大変な思いをしてまでも届けるということは、このメッセージは非常に重要だ。何とかしてこの迫害されている兄弟姉妹を励ましてあげたい、そんな願いがペテロにあったからこそこの手紙を書かせ、そして送っているということですね。ですからすでに喜んで踊っているような信徒にはもうこのような手紙は必要ないんです。ですがペテロが書いたということは、彼らは本来喜び踊ることはできるけれども喜べない、非常に悲しんでいる、苦しんでいる、そんな状況にあることを知ったからですね。ですからここで喜び踊っていますという言葉、これは喜び踊るように励ましているんだと考えることができます。またこの言葉はですね、命令法として捉えることもできるところです。これも、マタイの福音書出てきました、イエス様の山上の説教ですね。そこで喜びなさい、喜び踊りなさいと言われたあの言葉、
しかも同じ言葉の形で書かれています。ですのでここも喜びに踊っています。また6節は大いに喜んでいますと訳していますが、喜び踊りなさいと訳されてもおかしくないところだということを覚えていただきたいと思います。ペテロはこうして迫害されている信徒たちが苦しみに目を向けて悲しみに沈むのではなくて、与えられている神様の恵みに目を向けるように進めています。そして彼らに約束されている永遠の命、朽ちることがない天の宝、今も与えられている神様の守り、そしてイエス様が再臨されるときに完成される救い、このような栄に満ちた喜びを覚えて喜ぶように、喜び踊るように励ましています。そして9節になります。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。はい、信仰の結果である魂の救いを得ているからというふうにはっきりと言ってますね。苦しみの中にあっても希望を持つ、喜ぶことができる、これはイエス・キリストを信じることによって魂の救いを得ているからです。魂の救いがなかったならどうなるのか少し考えてくださいね。魂の救いがなかったならこの世で命が奪われると、その先はさらに永遠の滅びが待っています。この世での苦しみ、それ以上にもっと苦しい永遠の滅びが、まさしくこの言葉の通り永遠に続きます。もっとひどいです。しかし魂の救いを得ているのならどうでしょうか。たとえ信仰の世に迫害されていたとしても、そしてその迫害の結果命が奪われることになったとしても、永遠の命までは失われることはありません。神の国に入ることができる約束は変わりません。そして私たちのために天に積まれた宝を受け継ぐことも約束されています。神様の子供としての特権をちゃんといただくことができます。だからこそキリストを信仰した結果、信徒は言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊ることができます。魂の救いというのは本当に大きなことなんですね。この地上でどれだけ苦しいことがあっても、その先に永遠という時の中で魂の救いによって素晴らしい希望、財産を持つことができるようになります。10節から12節、この救いについてはあなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。はい、救いについてこうして教えています。この素晴らしい救いですね。この世でどんなに困難があっても、そして希望を持ち続けることができる、喜び踊ることができる、そのようにしてくれる魂の救い、この救いの約束はペテロや使徒たちが考え出したものではありません。
人間の考えではありません。イエス様が約束してくださったことです。それは父なる神様がずっと以前から預言者たちに語っておられた恵みです。昔から誰もがすべての罪を許されて神の国に入りたいと願っていました。当時のユダヤ人たち、アブラハムの子孫たちですね、彼らは神の国に入ることをどれだけ願っていたことでしょうか。どうやったら神の国に入ることができるか、天の御国に入ることができるか、そのことを一生懸命求めました。そして、そのことについて、罪があってはいけないんだ、罪を犯してはいけないんだということを示されます。立法によって示されます。しかしなかなか立法を成就することはできない、そのような人たち、そのような人たちに預言者を通してこの神様の御言葉が与えられるんですが、この預言者たちも待ち望んでいた救い主、その方についての預言をいただいたときに、これは一体誰のことだろうか、これは誰だろうか、そのように考えたことでしょう。救い主が来られる、そういうふうに言葉が与えられた、御言葉が与えられた、その時まず第一に自分の身の回り、自分の時代の誰が救い主だろうかって考えます。でも周りにいそうにないな、そうするとじゃあもうすぐ現れるんだろう、じゃあいつ現れるんだろうか、そのようにしていつどこで誰がその救い主として現れるのか、そのようなことを預言者たちも熱心に細かく調べた。その結果分かったこと、自分の力では分からなかった、ただ神様から啓示を受けます。神様から啓示を受け、この救い主キリストは今の時代に来るのではない、もっと先ですよ、もっと先です、そのように啓示を受けます。だからこそ預言者たちはその素晴らしい約束を受けるべき人たちに向けて丁寧に書き記していくんです。ヘブル語の聖書がどれほど丁寧に書き残されていったか、一言一句間違えないように、一点一画間違えないように書き記されていった。写本がどれほど丁寧に書かれたかということを皆様ご存知かと思います。それはその恵みを受ける人たちに、福音を受け取る人たちに、すでに父なる神様はあなた方のために約束のキリストを与えるとすでに計画してくださっていましたよ、そして今あなたの目の前にいるこのナザレのイエスこそその約束のメシアですよ、キリストですよ、ということを証しするため、預言者たちはその与えられた啓示に従ってその御言葉を、預言の御言葉を書き記し、そして聖霊によってその約束の時に与えられていく、伝えられるべき人に伝えられていくようになったわけです。そしてペテロが手紙を書いているこの宛先の人たち、その人たちがまさにそうです。そして私たちも同じです、同じです。イエス・キリストによる恵み、この救いの恵みは非常に素晴らしいものです。預言者たちもその御言葉を聞いたときに喜びました。そして人間だけ喜んだのではありません、御使いたちも非常に喜びました。御使いたちもはっきり見たいと願っていた、そんな素晴らしい出来事だとペテロは書いていますね。御使いがどれほど待ち望んでいたか、それがイエス様がお生まれになったとき、
羊飼いたちの前に現れたあの天の軍勢の賛美を見ればよくわかります。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、天の軍勢が現れてそのように賛美するほど素晴らしい出来事、救い主キリストがこの世に来られたということは素晴らしい出来事だったということです。その恵みを今あなた方は受けています。だから喜びなさい、喜び踊りなさい、そのようにペテロは励ましの手紙をここに書き送っています。私たちもこのペテロが手紙を書き送った当時の教会の信徒たちのように、イエス様を見たことはありません、自分の目で見たことはありません、見たいと願いますが、見ないで、見ないで福音の言葉を聞いてイエス様を愛すると決めました。皆さんそうですね、そうですね、私イエス様に会って、そしてイエス様に言葉をいただいて、それで信じるようにしたんですという人、現代にはいらっしゃらないと思います。みんな見ないで信じるものは幸いです。そのようにしてイエス様を愛したんです。イエス様を信じると従うと決めました。その結果イエス・キリストを信仰したことによって皆さんは魂の救いを得ています。そして永遠の命をいただき、神様の子供として天の宝を受け継ぐものにしていただきました。そしてどんな時でも喜ぶことができます。たとえ困難な中にあっても喜び踊ることができます。神様の恵みは変わらない、私たちに与えられた祝福は決して失われることはないからです。そのような大きな祝福をいただいていることを覚えて、私たちも希望と喜びを持って神様の導きに従ってこの困難な時代を乗り越えさせていただきたいと願います。お祈りいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちもイエス様を見たことはありません、しかし福音の言葉を聞いてイエス様を信じました。私たちの救い主として心にお迎えしました。私たちの王としてイエス様を第一とすると決めました。イエス様に従っていくと決めました。その結果私たちは魂の救いをいただくことができました。これは人間から出たことではありません。神様の大きなご愛から、また恵みによって与えられたものであります。素晴らしい祝福を、変わらぬことのない祝福を今私たちは受けていることを覚え、心からあなたに感謝いたします。そして今私たちが置かれている状況も非常に困難な時代であることを覚えます。しかしこのような困難にあっても私たちに与えられた希望は決して失われることはありません。祝福は変わることはないということを今教えられました。そしてイエス様がどんな時にあっても喜びなさい、喜び踊りなさいと弟子たちにおっしゃった。そして今ペテロが兄弟姉妹にそのように同じように喜びなさいと、御言葉をくださっていることを本当に感謝いたします。私たちもどうしてもこのような世の中で希望を失いそうになります、喜びを失いそうになります。しかしイエス様に目を向けてもう一度救い主イエス・キリストの恵みを数え上げて、感謝を持って喜びを持って今の時代を乗り越えていくことを得させてください。あなたは
決して私たちを見捨てることのないお方です。私たちの思いをはるかに超えた御業を持って、御力を持って私たちを救うことがおできになるお方です。今、私たちと共にいてくださる主、インマヌエルであるイエス・キリストをもう一度見上げ、あなたに信頼し、あなたに従ってまいります。どうぞ主よ、あなたの平安を私たちに与えてください。私たちをさらにあなたの喜びで満たしてください。今日の御言葉の恵みを感謝し、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。